コパカバーナへのご来店誠にありがとうございました。サム役をやりました相葉マリです。スキップ役をやりました清水薫です。ウィリーです。西部美希です。クラリス役をやりました黒沢冬樹です。ジンジャー役をやりました平井です。はい、おかげさまで第2回公演、はいはい、コパカバーナ無事に主演させていただきまして、はい、でも楽しませてもらってね、はい、お客様もすごく温かくたくさん笑ってくださったので幸せな時間を過ごすことができましたね、はい、とても楽しかったですね、はい、なんか舞台でこうあったこととかで面白かったこととかありますか？面白かった。私たちね、あのコパカバーナの一員ですので、コパカバーナはコパカバーナのね、ショーに出てたんですけれどもどうですかね、衣装たくさん来ましたね。そうですね、みんな忙しそうだった舞台裏、はい、早替えはね、シーンごとにいつでも違う衣装を着て出ていたので、うん、ご覧になった方はすごい速さで衣装が変わるからびっくりされたんじゃないかと思うんですけどね、まあ、裏はね壮絶でしたよ舞台袖にね衣装ラックが3つぐらい、うん、ありましたね。ずっと衣装がたくさんかかっていて、私は着替えが少なかったので、まあ、割と眺めてたり眺めてたりしてたわけですけども、まあ、何人かスタッフさん片袖1人とか2人とかだけ手伝ってもらってやってて、みんなすごいなと思いました。あと1分あるかないかぐらいで衣装を全替えするんですよ。なのであのマジックテープに全部してあったりとか、ね、シャツはマジックテープで、あとなんかいろいろね工夫がねしてあったんですよ。ネックレスとかアクセサリーとかもね全部変えるからね、うん、でも、ね、失敗はなかった。そうだね、うん、すごいね、着替えもなかった、デトチリもなく頑張って、デトチリはなかったんですけどね、あ、なんか失敗しました。一箇所しましたね、最後の最後に私が一番着替えが忙しかった場面で、キューバエルブラボーの衣装からヒロキンに戻るときに一番上のレースがペロって入っちゃってて、あ、大丈夫、ね、まあ、それぐらいですかね、まあ、そういう衣装のトラブルは、ね、つきもんですから、そうだね、はい、はい、つきもんですから、まあでもそれでね、お客様も衣装が良かったって結構言ってくださって、うん、アンケートにもたくさん書いていただいて、うん、アンケートをしっかり読ませていただきました。本当にいろんな声があって嬉しかったです。書き足りないことがございましたらぜひ BBS かダイアリーの方へこちらへこちらへ私すごくチェックしてますからね、はい、ぜひお願いします。本当にね、前回の凱旋門と比べて、底抜けに明るいコメディなので、まあ、1年楽しく練習もね、うん、進みまして、うん、本番も楽しく進みまして、はい、去年とは雰囲気が違ったね、まあ、練習、うん、まあ、暗いからつまらないかっつったらそれはまた違う話なんですけどね、うん、コメディはね、うん、練習してるのに話題が絶えなかったよね。うん、楽しかった、うん、練習中からずっとそれの最高峰が本番に乗ってくれたんじゃないかなと思いますが、やっぱりお客様がいたからこそ、こっちからもいろいろ表現するのが楽しくできたし、こうなんだろうな、本番が一番やっぱりよくできたよね、うん、一番いいコパカバーナが、うん、お届けできたんじゃないかなと思っています。楽しんでいただけてたら幸いです、はい、またお会いできたらいいなと思ってますね、願いつつですね、はい、はい、では、コパカバーナへのご来店誠にありがとうございました。